A3 番隊からの報告は以上です。三五宮様、事態はかなり切迫しているかと。ご苦労様です。ひとまずメカジキ1番隊を待機させてください。私はこれより負傷者の手当てをしてまいります。はっ。おや、メカジキ2番隊の隊長ではありませんか。渡津美島に戻っていたのですね。ただせっかくお越しいただいたところ申し訳ないのですが、見ての通り今はおもてなしする余裕がない状況でして。何かあったのか。先日私の指揮のもと、渡津美島で最も重要な儀式、渡津美御霊祭りを行ったのですが、そのことはもうすでにつゆ子から聞いていますよね。オイラたちがつゆ子に協力したこと、どうしてここみは知ってるんだろう。つゆ子は三五宮の巫女の中でも実務を得意とする方です。渡津御霊祭りの企画を任せれば彼女の能力を生かすことができます。依頼を受けてくれた人の特徴を彼女から聞き、すぐにあなただと分かりました。なんか急に怪しくなってきたぞ。すでにつゆ子から聞いているかもしれませんが、渡津御霊祭りは渡津島の焦土化を反転させるための儀式です。焦土化によって土地は不毛となります。これは渡津島の農業に多大な影響を与えるものです。渡津島の主な食料源は農作物ではありません。しかしその影響で食生活が変わることや輸入品に頼らざるを得なくなることは決してあってはなりません。つまりどういうことだ。これから先肉や魚は手に入らなくなり、パイモンさんは大根しか食べられなくなると、この例えでしたら分かりやすいでしょうか。それってすごく大変なことじゃないか。はい、その渡津御霊祭りに問題が発生したのです。もちろん私が行った儀式の手順に漏れはありません。あなたが回収してくれた決死サンゴも確かに大御神の力が宿っていました。ですが焦土化現象が反転する気配は一向になく、それどころか停止してしまったのです。このようなことは過去にも例がありません。これは渡津美島の存続に関わる重大な問題と言えましょう。私は塩化の宮の状況を調べるため、可能な限り人員を割き、その調査に向かわせました。 A3 番隊からの報告によると、振り払うことのできない暗闇が塩化の宮を覆っているとのことです。そして見たこともない魔物がいたとも言っていました。振り払えない暗闇に見たこともない魔物。これ以外の情報は A3 番隊の調査では得られませんでしたので、有益な情報はほとんどありません。また過酷な環境のため数多くの兵が不慮の災難に見舞われました。何度も人を送ってはいるものの状況は好転しません。本当に申し訳ありません。どうかもう一度ご助力いただけないでしょうか。渡津美島を代表して心よりお願いします。感謝いたします。では早速私と共につゆ子に会いに行きましょう。三五宮様、それに旅人も。お二人は。なるほど、お二人は相引きをするような仲でしたか。おふざけはよしてください。つゆ子、そのような態度でいたら来年は亡きと交代し、渡津美島のフライム生態管理を担当してもらいますよ。冗談ですよ。お二人が会いに来たということは塩化の宮の件でしょうか。ああ、さっきココミから聞いたんだ。ココミですか。でしたら
すでに三五宮様からお聞きになっていることでしょう。今円化宮は異様な暗闇に包まれています。また何もないはずのところから見たこともない人型の魔物が現れているとのことです。人型の魔物？はい、自らの意志で動く鎧です。精神が錯乱してしまった者の証言のようにも聞こえますが、帰還した負傷者たち全員がそれについて語っています。それだけではありません。暗闇の中では普通の敵でさえも手強いそうです。それゆえ A3 番隊は手痛い被害を受けました。しかし撤退した負傷者がもう一つ不可解なことを口にしています。スミと名乗る巫女が負傷者を治療しているらしいのです。スミ？三五宮の記録にはそのような巫女は存在しないはず。はい、確かに記録にはありません。しかし彼女は戦闘祭という儀式を執り行い、円化宮の中央に明かりを灯しました。彼女のおかげで負傷した兵士たちは安心して治療を受けることができています。戦闘祭？確か宴会祝輸修正でその名前を見たことがあります。ですがこの儀式は円化宮でしか意味をなさないため、渡積島には引き継がれなかったのです。負傷者の手当があるため私はここを離れられませんが、できればその罪という巫女に会ってみたかったですね。いえ、たとえ三五宮様の手が空いていたとしてもあそこに行かせるわけにはいきません。今の円化宮は非常に危険です。旅人とパイモンのような無双の勇士でなければ足を踏み入れられないほどになっています。そうだそうだ、オイラたちにしかできないことだぞこれまで何度も協力してきた仲ですからね。その罪という方について他に何か情報はありますか？顔の上半分を覆う奇妙なお面をしていたという報告があります。そうですか、なぜ顔を隠しているのでしょう。三五宮様、私の愚見を申しますと、罪は非常に友好的です。そして厳しい状況下にある今、現段階では悪意の有無を疑い盟友か否かを推し量る余地はありません。はい、理解しています。負傷兵を撤退させるため、すでにメカジキ一番隊には円化宮へ向かうよう待機させています。旅人さんも彼らと同行していただけますか？メカジキ一番隊があなたを円化宮の中央拠点へと送り届けてくれるはずです。それとこれを持っておいてください。これって何かの破片か？ただの装飾品です。もし選択に迫られた時はそれが助けとなってくれることでしょう。三五宮様、それは渡積島にとってもう必要のないものです。それに残りの2つのかけらは円化宮にあります。もし縁があればこれを機に再び1箇所に集めることができるかもしれません。かしこまりました。では緊急救助任務、三階道合の祭り、これより開始します。はい、あなた方にはいろいろと迷惑をおかけしてしまいすみません。負傷兵の手当てをしなければなりませんので私はここで失礼します。準備ができたら上野のところへ行ってください。暗闇に包まれし円化宮、そこへ向かう準備はできましたでしょうか？はい、では私についてきてください。
もし機会があるなら、来年メカジキ一番隊はフライム生態管理の任を申請しようかと思います。塩化の宮に行くよりもフライムの方がよっぽどマシですので。空っぽの鎧でカチャカチャと音を立てながら追いかけてくるなんて、そんな魔物恐ろしすぎます。おいらもそう思うぞ。ひとまずこの場所なら安全です。当面の間危険が及ぶことはないでしょう。やあ君たち、あなたは A3 番隊の変わり者で有名な矢部さんでしたよね。お前なんだか他の兵士と違ってかなり元気そうだな。そうかい。実は小さい頃から階段とか怖い話が大好きでね。塩化の宮に来ていいものを見ることができたおかげかな。ああ、なんて刺激的なんだ。もうたまらん。おいら、全く理解できないんだけど。せっかく塩化の宮に来たからには、ここに伝わる四大奇団を調べてみようと思ってるんだ。特に奇団の中で最も謎とされてる分野事案をね。わざわざ危険なことに首を突っ込まないでほしいのですが、いざという時あなたを助けに行かなければならないでしょ。まあまあ、それについてはまた。あそこの階段の上に臨時拠点があるのは知ってるかい。まだ行ってないんだったらまずはそこで休むといい。スミさんが作った臨時拠点にはもう行ったかい。あそこの階段のすぐ上にあるよ。真っ暗な塩化の宮を探索する前にまずは拠点を確認しておくといい。あ、あそこに怪我人の手当てをしてる巫女がいるぞ。きっとあの人が罪だな。彼女に今の状況を聞いてみよう。お二人とも今までの方々とは違うようですが、あなたたちは人間ですか？もちろん、こいつは人間だぞ。わたつみ島の人じゃないけど。では、あなたは人間の子供ですか？そうでしたか。人間は成長すると飛行能力を失うのかと思ってしまいました。深海ビショップの子供が色を見分けられ大人になるとできなくなるのと同じように。スミは深海ビショップについて詳しいんだな。あなたたちどうして私の名を。ああ、お前が助けた負傷兵から聞いたんだ。なるほど。私はメカジキ一番隊の隊長代理を務めている上野と申します。負傷者の避難とこの塩化の宮で起きている異常の調査を手伝うため来ました。メカジキ一番隊は少し休憩を取った後に行動をするつもりです。ひとまず私はここで失礼いたします。ではあなたたちは問題を解決するため来たのですね。それは助かります。現在私は線の灯火を維持するだけで手一杯な状況。この蔓延する暗闇を私一人ではどうにかできそうにありません。一体何が起きてるんだ？スミは原因を知ってるのか？全ては虚空からの侵入による影響です。白夜国の住民はこの世に三つの世界があると考えています。それがビシャップ界、人間界、巨海です。塩化の宮の暗闇は虚空のアビスによるもの。ビシャップも人間も耐えられるものではありません。でも深海ビショップは暗闇が好きなんじゃないのか。深海ビショップはただ光を嫌っているだけに過ぎません。この深淵において光は人間の活動を意味するものですので。事実書物の中でビシャップ界は光界と呼ばれています。純粋で原始的な元素生物の世界という意味です。そして
この公開の七曜は荒れ狂う元素力の頂点に立つ者たち、元素七流です。つゆ子が今回の任務を三回道あえの祭りって言ったのもこういう理由からだったのか。三回道あえの祭り、確かに事実に沿っています。しかしより正確に表すなら三角道あえの祭りというべきです。巨海の黒霧の根源は塩化の宮の境で三角を描くように立つ高塔にあるのですから。その三つの高塔って前に試練で行ったところだよな。行ったことがあるのですか。おう、話すと長くなるけどな。そうですか。そういえば罪はどうしてそんな妙なお面をかぶってるんだ。これは醜さを隠すためです。成長の最中、私は様々な出来事に遭いました。隠さなければ人々を怖がらせてしまうのではと不安なのです。これのせいで私を信用することが難しいのでしょうか。いやいや違うんだ。罪は怪我人を助けてくれてるし、きっとみんなも感謝してる。ただということがよく理解できないのですが、とにかく塩化の宮の暗闇を解決してくれるのであれば私が道案内をしましょう。もしあなたたちが私を信用してくれたらの話ですが、私は負傷者の手当てをしています。それから新しく来た人たちから状況を聞きたいのでここで失礼します。どうするんだ。オイラ罪を信じたいけど、とりあえず負傷者たちから話を聞いてみようぜ。こんにちは、どうかしたかい。お面をかぶった罪っていう巫女がいるだろ。オイラたちその人のことについて聞きたいんだ。さては彼女がつけている奇妙な面が気になってるんだろう。なら俺に聞いて正解だ。おお、ツミさんに助けられた人の中でも俺はかなり最初の方でな。その時から不思議に思ってたんだ。どうして塩化の宮の失われた儀式を知る巫女があんなお面をかぶっているんだろうってな。そこでその謎をはっきりさせるため俺はしつこく聞いてみた。それでどうだったんだ。ああ、その時はまだ人が少なかったからか、彼女はお面の下を少し見せてくれてな。おかしなところはほとんどなかった。ただ彼女はある一部分を隠すためだけにお面をしていたんだ。彼女の瞳孔は縦に伸び、蛇のような細長い目をしていたんだよ。それを見てお前は驚かなかったのか。まあ普通ならビビるだろうな。でも渡積島には誰もが知る伝説があるんだ。いや、伝説というよりも史実か。渡積大御神の第一の眷属、渡積の御使い一族だ。言い伝えによるとその者たちは半人半者だったらしい。かつて我々の祖先に力を貸し深海ビシャップを討伐したと言われている。今は歴史の中に消えてしまったが、ツミさんは蛇のような瞳を持っている。だから自然と信頼感が湧いてきてな。俺はきっとその一族が危機を察知し戻ってきてくれたんだと思ってる。なるほどな。小難しいことはよくわからんが、スミさんは信頼できる人だと俺は思うぞ。やあ、何か用かい。お面をかぶった罪っていう巫女がいるだろ。オイラたちその人のことについて聞きたいんだ。なんだ罪のことか。具体的に何が聞きたいんだ。ちなみに好きな人のことや結婚しているかは聞いたことあるが何も答えてくれなかったぞ。そういうんじゃなくて、罪に何か怪しい点とかないか。
怪しさがあることで美しい女性はより魅力が増すものだ。謎めいた、つかみどころのない幻のような感じ、わかるかい？いやいや、真面目に答えてるつもりだぞ。でも強いて言うなら、彼女がつけている2つの装飾品が気になるな。一つは彼女のお面。彼女がなぜあれを選んだのかはわからないが、ちょっと怖いだろ。それとさっき僕に包帯を巻いてくれた時、首飾りがちらりと見えたんだ。割れた何かを紐で結び、それを首飾りにしているようだった。まさか彼女すでに生涯の伴侶を見つけているのか？それはありえるかもな。とりあえずお前は早く目を覚ました方がいいと思うぞ。負傷兵たちが休んでる。邪魔しないでおこう。よし、これだけ聞ければ十分だな。どこか他の場所で情報を整理しようぜ。スミは部屋の中にいるし、こそこそ話しているのがバレたら気まずいからな。確か兵士たちから聞けた情報は、スミのお面の下には蛇のような目が隠されている。それと渡墨島の人々はそれをオロバシの眷属の特徴だと思っている。うん、あいつの行動を見ると確かに渡墨島の人々を守ってるよな。それに塩化の宮を覆う黒霧を払うため努力しているみたいなことも言ってた。オイラは信頼できる人だと思うぞ。そうだな、どうしてわざわざ目を隠してるんだろうな。その目を見せれば渡墨島の人は信頼してくれるはずなのに。とにかく今は罪と話してみるしかないな。気を緩めずに行こう。今泉、頼む、一生のお願いだ。はあ、女の子の知り合いなんていないぞ。紹介してほしいなら他を当たってくれ。そのことじゃない。ここって鏡がないだろ。槍で俺のヒゲを剃ってくれないか。お前のそのヒゲ、今年の人参の苗よりも短いじゃないか。剃る必要なんかないだろう。どうでしょう、決まりましたか？おう、塩化の宮の黒霧をオイラたちで解決しようぜ。助かります。ではこちらをお受け取りください。これは牧祖の箱。以前解決策を模索していた時に大日神輿で見つけたものです。実は戦闘儀式の方法や必要な道具も大日神輿から見つけました。私が人間の文字を読むことができ良かったです。あ、お前が人間の文字を読めるのは当たり前だろ。もしかして古代塩化の宮の文字が読めるってことか？いえ、何でもありません。宴会祝遊修正の文字が読めると言った方が正しいでしょう。それが古代の文字か現代のものかは分かりませんが、気にしないでください。それよりも話を戻しましょう。この牧祖の箱は光を採取できます。それにより小さな範囲ではありますが巨海の暗闇を払うことが可能です。また黒霧の加護を得た魔物がいたら牧祖の箱を使うことでそれを打ち消すことができます。ちょうど拠点の近くにそういった魔物がいるようです。牧祖の箱の力を試してみてください。私は後から追いかけますので。Yeah!
りの腕をお持ちのようですね。当然だろ。この間決死サンゴを取ってきた勇者もオイラたちだからな。まさかあなたたちが。いきなりどうしたんだ。いえ、何でもありません。あなたたちならエンカノミアの3つの境を沈めることができるでしょう。それと他にもお二人にお伝えしておかなければならないことがあります。書物によると、綿摘五稜祭りの本質は邪神の生命力を使うことにより2番目の眷属三号王中を強制的に目覚めさせることにあるそうです。この眷属は荒れ狂う元素力を人間世界の安定した元素へと転換する分解生物。巨大なサンゴは王中族が邪神の血によって蘇ったことを象徴しています。そして今サンゴ王中の大規模な蘇りによりエンカノミアの生態環境は一変しています。言われてみればそうだな。黒霧とか魔物のことを抜きにしても見たことのない植物や鉱物が急に出てきたような気がするぞ。そして現在状況はさらに複雑です。巨海の黒霧に抑圧されたせいで航海と人海の事象が停止してしまっているようなのです。黒霧を払い変化を継続させるためには牧草の箱の力を使う必要があります。牧草の箱を使い、どうか問題を解決してください。私はそこの彫像の下であなたからの連絡を待っています。その箱の扱いはもう大丈夫そうですね。ではこの度の最終目標を説明しましょう。先ほども申した通り、私たちはエンカノミアの境にある3つの高塔へと行く必要があります。あの塔はアビスに連なる者たちが伝統と形式にのっとり修復をしたもの、巨海の塔です。アビスに連なる者って、まさか。あの者たちは偽りに満ちています。どのようにしてエンカノミア3階と3つの境のことを知ったのかは分かりません。ただアビスの技術により彼らはあれをもたらしました。その後巨海の塔を利用してアビスの力はばらまかれました。これはサンゴ王中と深海ビショップにひどい苦痛をもたらすものです。果たしてこのようなことに何の意味があるのかは分かりません。私たちにとってアビスとは猛毒そのもの、しかし彼らにとっては甘美な珍種なのかもしれません。おそらく人をもてあそび裏切るのが好きな者たちなのでしょう。やっぱりあいつらで間違いなさそうだ。おや、知っているのですか。どうやら私たちにとって共通の敵のようですね。ああ、黒霧を払うには巨海の塔の最上階まで登らなければなりません。その後鋼塊の鋼を起動し鋼塊の力を取り入れる必要があります。人海の地脈、鋼塊の元素本流、そして巨海の暗流、それらすべてが強大な地、それがエンカノミアです。私は書物に記された通りに儀式を行っただけに過ぎません。ただ戦闘の核となるのは目の前にあるこの人の像のようです。これに鋼塊の力が込められた結晶を奉納すれば牧草の箱を強化できるはずです。
またここで休憩を取れば、ボクソの箱の力を回復することができるでしょう。それから、こちらの手書きの地図をお受け取りください。これには、3つの塔の位置が記してあります。探索は段階的に進めた方がいいので、まずは、この塔から調べることをお勧めします。私がお役に立てるのはここまでです。あなた方のご分を祈ります。
同じだったな。さっき塔をつなげた瞬間、また黒霧が放たれたみたいだ。周囲にも変化が起きてるっぽいし、時間があるときに何とかしようぜ。なんかおかしくないか？オイラが逆さまになって見てみるぜ。お前も逆立ちして見てみろよ。
あなたたちの成果は私も確認しています。確かに3つの塔の処理が全て完了したようですね。塩化の宮の環境も回復し始めたため、負傷者と兵士たちも撤退を早めています。ほとんどの方はすでに避難済みのようです。ただ少々予想外なことも起きています。二人とも私についてきてくれませんか？うわ、大日神輿の中に暗闇が。本来であれば今頃塩化の宮は全て元通りになっているはずでした。ただ残念なことに今は最も危険な場所へと変わり果てています。なぜこうなったのか、そしてどうしたらいいのか、私にも分かりません。しかし黒幕がどこにいるかだけはお二人に伝えられます。こうなってしまった以上、黒幕と対峙し計画を全て吐かせる以外に方法はないでしょう。どうやって黒幕を見つけたんだ？私は黒霧の流れをずっと観察してきました。異常があった場合すぐに分かります。これまで黒霧を引き寄せ続ける微弱な渦がありました。他の者がアビスの力を必要とするとき、かすかな流れを起こすのでしょう。あれはとても危険な存在です。ただのビシャップとは比べ物にならない力を持っています。そう言っていただけて助かります。ではあなたにお任せします。私の推測では彼は図書館の近くにいるはずです。あ、きっとあいつだ。予想外というべきか、予想通りというべきか、この暗闇の中でも突き進み霧を払って俺の目の前に現れるとは。そんなことが可能なのはお前くらいしかいないと思っていたよ。だがまさか奴らと手を組むとはな。また喋りながら時間を稼ぐつもりだな。そうか、お前たちは本当に知らないようだ。この俺を見て頭に血が昇るのもわかる。ここにたどり着くまで長いこと駆け回ってきたんだろう。だというのにまだそんな体力が残っているとはさすがに厄介だ。軽く体を動かすとしよう。俺の言葉に耳を貸したくなるまでな。開始、新たな命を。はぁ、いてぇ。真似をしやがるとはな。お前も分かっているだろう。
深海ビシャップは賢く進化が早い種であることを。そして千年も前からとある言い伝えがある。それがビシャップマンに関する伝説だ。ビシャップマン？なんかオイラが考えたあだ名みたいだな。その昔、塩化の宮にはこのような伝説があった。深海ビシャップは迫害を受け、生き延びるために新たな進化を始めた。勝者の姿形を真似するようになったと。やがて瞳孔を除けば人間と全く区別のつかない種族、ビシャップマンが現れた。その者たちは塩化の宮に入り、人間の居場所を奪ったとされている。どうだ、心当たりがあるだろう。罪の瞳孔も縦長だったって言ってたよな。日差しが強いところではトカゲの瞳孔は細長い縦状になる。まさにあいつがお前らを裏切った証拠と言えるだろう。でもずっとオイラたちを助けてくれたぞ。あいつは俺へ復讐するためにお前たちを利用しただけに過ぎない。何せ俺もあいつらを裏切ったからな。俺はかつてビシャップと同盟を結んでいたことがある。奴らの目的は精鋭を大日神輿へと送り、囚われている同族を救うこと。その目的を果たしてやるため、俺は塩化の宮全体を黒霧で覆ってやった。その見返りとして俺たちアビス教団が手にしたのが領地を通る許可だ。それから奴らは三つの塔の改造のため俺に力を貸した。しかし奴らは予期していなかったのだろう。アビスの黒霧が元素生物にとって恐ろしい猛毒であるというのは。だからビシャップたちは裏切られたと思ってるのか？ああ、俺自身も裏切りだと認めている。ビシャップがアビスの力を受けてなお飛び跳ねているなど、アビス教団にとって恥ずべきことだからな。お前、今の状況を説明してやろう。あの女はお前たちを利用するだけ利用した後、手のひらを返すはずだ。大日神輿で三号宇宙を抑え込み、暗闇を作り出してビシャップを擁護するだろう。今頃は深いところに潜り、囚われた仲間を救出する準備をしているんじゃないか。そして決死サンゴの源は断たれることになる。深海ビシャップたちはかわいそうだけど、でも綿積島の未来を守りたいと思うのなら急いだ方がいいだろうな。俺が残しておいた装置で光の道を導き、大日神輿の暗闇を払うといい。お前の話はもう信用しないぞ。そうか、だが他に選択の余地はあるのか。どの道今回俺には何の収穫もない。だがそんなことはどうでもいいことだ。俺は教団の中でも早くに過ぎないからな。殿下のそばをうろちょろしてる奴らとは違って、俺はいつだってどうでもいいことにこだわる。さて、時間稼ぎはこれで十分だ。もう会うこともないだろう。俺は先に失礼させてもらうぞ。それとこれは以前大日神輿で手に入れたものだ。選別としてお前にくれてやる。これってココミがくれたものとセットなんじゃ。ってそんなこと気にしてる場合じゃなかっ。くー、また逃げられた。もうムカつくな。たとえあいつの言うことに筋が通っていても、そう簡単に信じない方がいいはずだ。まずは罪に話を聞いてみよう。
罪、本当にいなくなってる。ここに来るまでに見逃してたりしないよな。うぅ、落ち込むな、しっかりしろ。少なくとも渡墨島の兵士はほとんど撤退できた。仮にビショップが現れても誰も怪我することはないはずだ。あいつの言う通りになることを考えると腹が立つけど、ここはオイラたちがやるしかない。光の道を導こう。あいつが言ってた装置ってあれだよな。でも手が届きそうにないぞ。どうやって使ったらいいんだ。光と関係あるなら木素の箱で起動できるのかな。あの装置で間違いないよな。お、あそこに装置があるぞ。これで大日神輿への道は再び開かれた。早く下に行ってみよう。お、これに乗って降りよう。禁止。
険だ冒険。よし出発だ。深海ビシャップがこんなにたくさんいるなんて、あいつが言ってたことは本当だったんだ。罪って本当にビシャップマンなのか。でも全然姿が見当たらないぞ。一体どこに行ったんだ。あまり考えててもしょうがないよな。とりあえず上に戻ろう。あ、罪だ。大日神輿の前で一体何やってるんだ。戻られたのですね。どうですか、救出は成功しましたか。幼いビシャップはもう助けたぞ。でも年を取って弱ってたビシャップはオイラたちが精鋭を倒した後に水の中に隠れちゃったから。スミ、お前本当にビシャップなのか。余計な説明をする気はありません。私はあなたたちと会話できますが、これで理解しました。人とのつながりは必ず裏切りで終わってしまうことを。私たち二つの種族は殺し合う運命なのです。私が離れる前にこの塔を破壊します。それ以上近づかないでください。それから妙なことも考えないように。この口頭は私の願いを聞いてくれるようです。私が望めば私のために光と闇を切り替えてくれます。その気になれば私の目の前で瓦解もするでしょう。拳を握りしめる程度のたったそれだけの思いでこのビシャップを苦しめてきた建物を破壊できます。しかしどうしても心を鬼にすることができません。こんなの決死三号を失うよりも辛いぞ。何か方法はないのか。これはまさか。これって三匹の蛇が絡み合った首飾り。この首飾りは私が物心ついた時からずっと持っていたものです。なぜあなたが持つ二つのかけらとぴったり合うのでしょうか。そんなバカなことが、一体何が言いたいのですか。まさか。おいら、さっぱり理解できないぞ。こっちはココミの首飾りで、そっちは大日神輿のもの。そして罪の首飾りは子供の頃から持ってたもので。私はビシャップと共に育ちました。そばにはこの首飾りと、それから書物の入った箱がいくつかあっただけ。ただそれのおかげで人間の言葉と文字を学ぶことができました。しばらくして
塩化の宮には人間がいなくなりました。誰一人残らずに。つい最近まで人間との接点はありませんでした。書物に書かれた内容や意味を知ったのもつい最近のことです。スミ、人間の書物に私には理解できない熟語がありました。しかし私は今になってそれを理解できたようです。人は生まれた場所に属し、獣は餌を得られる場所に属する。私はビシャップであり人間ではありません。だから私は帰るべき場所へ帰ります。大日神輿、もう私にとってはさまつなこと。いずれまた我々は必ず帰ってきます。スミ、行っちゃったな。最後どうして急に考えを変えたんだろう。ああそうだな、この状況を予想してたからココミは首飾りをくれたのかもしれない。ひとまずこれで一件落着だ。戻ってココミに報告しようぜ。おや、帰ってきたのですね。戻ってきた兵士たちからの事情は聞いています。あなたは罪という巫女と協力することで黒霧を消すことに成功した。ただ突如大日神輿に異変が起きた。そうですよね。ああ、だいたいそんな感じだな。でもそれからまた妙なことが起きたんだ。そのようなことが。ごめんな、ココミ。オイラたち、ココミからもらった首飾りを人にあげちゃったんだ。気にしないでください。前にも言いましたが、もう渡墨島にとって必要のないものですから。あれはもともと、渡墨大御神が塩化の宮の役人を整理し、制度改革の際に使っていたものです。その3つの首飾りはそれぞれ、大日神輿、サンゴノミヤの血脈、そして渡墨の見つかりに託されました。村人、官僚、紳士の三者が互いに監視し合うことを意図していたのでしょう。しかし現在、村人の子孫を除いて他の二勢力は廃れ、この首飾りも役割を失いました。さっき渡墨の見つかりって言ったけど、罪が渡墨神の使者だと思ってる兵士もいるみたいだぞ。トカゲも縦長の瞳孔を持ってるだろ。それでオイラたち全員勘違いしちゃったんだ。いえ、そうとも限りません。渡墨の見つかりは邪神の眷属であることを表すため、そのほとんどが半人半者の姿をしています。しかし進化の後期に入ると、渡墨の見つかりはその瞳以外人間とウリ二つの姿になるのです。むしろビシャップマンや地中リザードマンというのは小説の中にしか出てこないただの設定です。サンゴノミヤの機密文書にもその実在を裏付ける記述はありません。え、だったら罪はビシャップじゃないのか。渡墨大御神が渡墨島を作るため力を使い果たした後、その力は次第に弱まりました。ですので渡墨の見つかりが誕生することはもうありません。最後に記録されている見つかりは、ビシャップと人間両者と交流ができ、橋渡しとなることが期待された見つかりです。彼女は幼い頃、世話係の巫女と共に塩化の宮の境でビシャップに襲われ、それ以来行方がわからなくなったとされています。多くの人は彼女が亡くなったと考えています。ただ中にはビシャップたちに育てられているのではと思っている人もいるようです。ミツカイ一族は渡墨の民に恩があります。ビシャップと渡墨島の領土をめぐる争いがなくなった今、その人が帰るべき場所を見つけられることを
心から祈るばかりです。それが罪の生い立ちだったのか。しかし決死サンゴの原理がそのようなものだったとは。私はサンゴノミヤの荒人神の御子として焦土化に対抗する新たな手段を考えねばなりませんね。とはいえあなたのおかげで焦土化の問題はひとまず解決しました。これから数十年の間渡津美島は平和が続くことでしょう。改めてあなたたちに心から感謝いたします。